はい、どうも皆さんこんにちは、ギマです。今日はですね、これ紹介したいと思います。ミニマットと呼ばれるものなんですけど、マットマッパーのサイトから販売されているものですね。言ってみたらもう映像再生機になります。映像再生する機械なんですけど、マットマッパーでこういろんなマッピングしますよね。歪んだ、面とかを作って、それをこの中に入れて再生することができます。なのでマットマッパーがないとこれは使えないですね。はい、でその後にこのボタンとかで微調整とかも、できるので、この辺も紹介していけたらなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、では早速やっていきたいと思います。ミニマットの方に SD カードついているので、この SD カードをパソコンに入れてこうやって認識させてください。はい、でマットマッパー開いてですね、僕の映像を3つだけ入れています。この3つですね。で、それぞれ、画面を追加していきたいと思います。これは、で、もう一回追加して、いきますかね。はい。で、もう一回追加して、いきます。はい。で、ですね、ミニマットなんですけど、ミニマットの特徴として、マットマッパーだったらこうやって動画別々で、3つとか4つとか再生できるんですけど、ミニマットの場合は、これはこういう感じで再生されます。全部同じもので再生されます。ループしていて、次の映像にいたとしても、こういう感じで再生されるので、一番最初にやった、こういうふうにバラバラ、3つバラバラで再生するということはできないです。はい。なので、こういう感じになります。ね。で、ちょっとできることできないことはいろいろあるので、どうしようかな。それは一個そのままにして、2番目は、じゃあマスクをちょっと入れましょう。マスクを入れますと。そうですね。で、これも入れてみようかな。2番目の。3番目か。2番目かな。これに、ちょっとエッジもかけます。大げさにこんな感じで書きましょうかね。はい。では、まあ、普通のスタンダードなもの。で、これは、マスクと、エッジがかけるもの。で、これは、メッシュを入れましょうかね。メッシュを、入れて、もうちょっと。はい、こういう感じですね。これで4面できたので、これをこのままじゃあ、ミニマットのこの SD カードに読み込んでいきたいと思います。はい。でですね。はい。で、ここから、ファイルからですね。はい。で、ここでエクスポート、ミニマットを選びます。はい。そうすると、今こうやって出てきてるんですけど、まあ、ここはいじらなくていいですね。ここもいじらなくて大丈夫です。で、ここはなんだ？あ、ここは解像度か。ここもそのままでいいですね。映像のままでいきます。ここはオーディオなんで、まあ、オーディオジャックとミニマットの方についてるので、そこから出したい場合はこれ。HDMI から出す場合はこれですね。今回音ないので、このままいきます。で、ここは、この一番上はですね、1個だけを再生をループします。なんで映像今3つ入ってるんですけど、この一番左側だけがちょっとずっとループします。これがこれですね。で、リストっていうものになると、このまま入ってる分だけを、ここ順番よくループしてくれます。こういって、こういって、こういって、これが終わったらこっちに戻ってループします。で、これはランダムに、このリストの中からランダムに選んで再生してくれます。で、これはですね、一つの動画が終わったら、電源オフになります。ミニマットが電源オフになるので、一つの動画が終わったら真っ暗になるんですね。
で、これがフリーズなので、一つの動画が終わったら、その場で固まります。だから、言ったら今の状態、こんな状態で停止してくれます。真っ暗にはならないんですね。この状態で停止します。で、今回は4つ入っててループしてる方がいいので、これを選びます。はい。で、これがね、謎なんですよね。という、いじってみたんですけど、違いがわからなかったので、まあ、これを最初の 3.0 というもののままでいきたいと思います。はい。で、これでエクスポートを選びます。はい。そうすると、こうやって SD カードに自動的に、バットマッパーのファイルが読み込まれていきます。はい、これが完了したら、ミニマットの操作の方に移りたいと思います。はい、じゃあ、ミニマットにですね、SD カードを入れていきます。そして、電源ですね。電源を入れます。はい、そうすると、はい、こうやって今、見えにくい、見えるかな、自動的に読み込みします。はい、読み込み完了しました。一番最初にやった時だけなんか赤と黄色と青を押してくださいみたいな画面が出ると思うので、それはこう押してあげてください。そうすると今のこの画面出てきます。もう自動的に再生されてループしていきます。で、赤いボタンを押すと、こうやってポイントが選べるようになります。なので後からこうやって調整することができますね。で、赤を押した後にもう一回赤を押すと再生モードに戻ります。で、これで黄色を押すとポイントがこうやって移動できます。という感じですね。青を押すと反対側に移動します。まあ、右回り、これ左回りか。で、右回りみたいな感じですかね。で、この真っ白くなった時は、こうやって面ごと動かしたりとか、これだったらポイント動いたりとか、結構細かくポイントは動きますね。調整はしやすいんじゃないかなと思います。で、これはまあ大丈夫ですよね。これはうまいこと面だけなんでいいんですけど、こいつか。あ、こいつか。これも大丈夫ですね。これもインプットの方ですごくズームアップしたんですけど、それはそのまま反映されています。これは大丈夫ですね。んで、これは大丈夫で、あ、こっちは、どうですか。メッシュかけたものは綺麗に反映しているんですけど、見えないか。反映しているんですけど、このメッシュをいじることはできないです。4ポイントだけ。この4ポイントだけしか制御できない、調整できないので、この間に、この辺に、ですね、メッシュ入れたんですけど、このメッシュをミニマットで後から調整することはできないです。でもマットマッパーでメッシュを入れた分はそのまま認識してくれます。で、これもまあこうやって調整できますね。で、赤じゃねえか、黄色を押して、あ、こいつか。で、これが一番上のこれですね。これは確かソフトエッジとマスクを入れたんですけど、マスクは反映してますね。マスクは反映してるんですけど、マスクを後からこう調整ということはできないです。で、ソフトエッジはここに入れたんですけども、バサッと切れてるので、ソフトエッジも、かけることは、ミニマットではできないですね。はい。で、今赤でこうやってこれを調整する段なんですけど、黄色を再生モードにして黄色を押すと、まあ少しだけブライトネスがいじれたりとか、横を押すとコントラストがちょっといじれたりとか、この2つだけは後でいじることができます。はい。で、青は何でもないですね。青はまあこれを押した時のこの移動するモンボタンですね。赤を押した時もこうやって移動します。なので、できることは、まあ、面を4ポイントこう認識させて調整することができるということと、メッシュは認識するというところですね。で、まあ、ズーム、とかも認識する。で、マスクも認識するけど後で調整はできない。ソフトエッジは、認識はしていないという感じですね。
はい、でそしてですね、これさ、ファイル入れた後なんですけど、さっきこうやって赤とか、押してポイントを移動したり、黄色して色合い調整とか、やったんですけど、この、何もしてない状態、この状態でですね、上ボタンとかを押すと、こうやってリストランダムとか、1回だけとか、フリーズとか、こういう風に変更することができます。これだと1個だけ再生とかですね。まあ、最初に設定するんで、後からまあ変えることはないと思うんですけど、まあ、こうやって変えることもできます。確か、これだったかな。メディアリスト。これですね。で、まあ、ここを押すと、早送りして確認したりすることもできます。これ巻き戻しですかね。はい。で、最後にですね、これ2つ、青と赤一緒に押すと電源オフになります。こういう感じですね。で、この黄色いチカチカが止まると完全に電源オフですね。電源オンするときはもうこれ抜いて刺すことしかできないです。この抜き刺しが電源オンになります。はい、こんな感じです。じゃあ最後までありがとうございました。